78式戦車回収車は、陸上自衛隊の装備の一つで74式戦車の車体を流用した戦車回収車である。74式戦車の導入に伴って開発された車両で、戦後の国産戦車回収車としては70式戦車、回収車に次いで2車種目に当たる。74式戦車の車体を流用して、ブームクレーンや各種の回収、 整備機材を搭載したもので、1978年に正式採用され、約50両が生産された。技術研究本部による開発であり、三菱重工が製造した。74式戦車を装備する戦車部隊のある師団、旅団の後方支援部隊整備隊の戦車、直接支援隊の他に、戦車共同隊、武器学校などに配備されている。 74式戦車より重くなった90式戦車を回収するには78式戦車回収車では能力不足であるため90式戦車をもとに90式戦車回収用の90式戦車回収車が開発された2011年東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所事故の対応作業上障害となる瓦礫の除去のため カド中駐屯地より74式戦車2両と共に、支援用の78式戦車回収車1両が J ビレッジに派遣され待機していたが、後に遠隔操作重機が投入され、実際に作業を行うことなく撤収した。車体全部右側にブームクレーン、車体前面にはウィンチを装備し、車体全部左側は戦闘室となっている。 自衛用に戦闘室天面には 12.7mm 重機関銃 M21 丁を搭載し、車体前面左右には3連装発煙弾発射機をそれぞれ装備している。車体前面下部には銅座アップレートを装備するが、これは主に作業時の中敷として、車体を安定させるために用いられる。クレーンは20トン、ウィンチは38トンの吊り上げ、牽引能力を持つ。 車体後部上面のエンジンデッキ上には、曜日、もしくは故障、損傷車両から取り外したエンジンや変速装置などを搭載して運搬することが可能である。74式戦車と同じく、油気圧式喧嘩装置を備えており、作業の際には車高を下げることによって、重心位置を下げ、安定した作業を行うことができる。変速装置は六速セミオートマチックであるがクラッチがあり、 クラッチは一足と後退へ変速する際に使用する。2009年の陸上自衛隊共同展示演習では本来鉄道輸送を前提としていない78式がその離体を取り外した状態で JR 貨物の機材輸送列車にて試験的に鉄道輸送された。ありがとうございます。